にちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。また、今回も3年生を振り返る豊かの視点を。まあそうだね。お願いします。はい。まあ、うさぎも一匹加わったけどね。うさぎかなって、ね。うさぎだよ。まあ逃げ足の速いチームがいるからね。うん、まあそういうことでちょっとうさぎも付け加えましたけど。そういう意味ね、はい。はいはい。まあまあ、はい、面白い試合がね。まあたくさんあったし、うん、まあ活躍した人、もうちょっとやれよって言った人、まあコロナで離脱した人、まあいろいろ出たけどね。はい、はい、まずはセリーグから。セリーグから、はい、今度からちょっと、うん、ちょっと勝敗の表示の仕方にちょっとご意見いただいて、ね、はい、今までは向かってホームチームそうこちらに対しての勝敗を書いてたんだよね。はい、だ本来だったらここだったら1勝1敗 2勝って書く。違う違う、あ違う、1勝2敗とか書くところを、ね、もう勝ち越したチームを基準に主体にして書いてほしいということで、確かにその方が分かりやすいかなということで、はい、赤枠のチームに対しての勝敗の数ですね。そうだね。ということで巨人の2勝1敗、阪神の2勝、はい、ヤクルトの2勝ということですね。そうだね、はい、はい、ということで DeNA 対巨人、うん、ちょっと喋っていきたいけども、はい、まあ DeNA が1勝したんだよね、うん、まあ東郷をやっつけた、うん、ね、まあ劣勢に立ってたけども一気にゲームをひっくり返して、うん、まあ逃げ切ったと、はい、まあその試合の中でエスコバーが抑えをね、やり、はい、まあ三島がその前のカードでやられてるんで、うん、まあ抑えというのもちょっとまた困りだしてきてるね DeNA は、はい、まあそれとコロナで戻りつつあった選手たち、うん、で調子を上げてきた選手たちがいる中でまた怪我人が出たという、はい、まあ宮崎は相変わらず、うん、戦列には復帰できてないし、はい、まあ、太田大志がヘッドスライディングの際に ね、まあ怪我をして離脱したという、はい、だからもう怪我の連鎖とかコロナの連鎖とか非常にチーム状態が良くなるかなと思った時になんかリズムがつかみきれないよね、うん、だから非常に調子を上げて楽しみにしてた巨人戦が、まあ、負け越しに終わったという、はい、だからちょっと残念な勝敗結果にはなったんだけども、うん、まあ、一方巨人、まあ、戸郷がやられたけども、はい、メルセデス、うん、で山崎伊織という選手が、まあ、プロ初勝利という、はい、もう本当にね巨人はいやカードを重ねていくたびに誰かが勝ったとかさ、そう誰かが初勝利とか、ね、うん、そうだよな、うん、そんで4月に6人の初勝利者を出しているという、うん、これはもう記録らしいけどさ、うん、やっぱ原監督のその手腕だとか桑田コーチのなんて言うんだろうかな、まあ教えとかさ、うん、まあそういうのが巨人にとっては非常にいい具合にこう回ってきてるよね、うん、で打線も岡本、ウォーカーとか、まあ、丸もいいよね、うん、で岡本が大体先制のホームランを打つとか、うん、もういいことずくめなんだよね。でチームの状態はもうかなり上の位置で今はいるということですか。まあいるよね、うん、ただ若い選手っていうのはやっぱこれから佳境に入るとか、うん、まあ、夏場とか1年間野球やったことないから、はい、そういうスタミナ面とかが少し気になるけども、はい、でもチーム内の中でいい競争をしてるよね若手が、うん、あいつも勝ったんだったら俺も行くみたいなさ、あいつが勝ってたんだったら俺も勝てるみたいな、うん、なんかみんなが勇気づけられてるというかさ初勝利に、はい、非常にいい状態で巨人は開幕からずっと安定してるね、うん、うん、なんかこう初勝利の投手がたくさんいるということは、はい、どん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 こうなんか層が厚いというか、そうなんだ、相乗効果でまだいるのみたいな、そうそう、いい選手がいるんだよね、うん、ありますよね、だからまあそれを証明してきてるというかさ、うん、まあ、一時期巨人ピッチャーはどうなるんだっていうふうにちょっと心配されたけども、うん、なんかよく若手が頑張ってるなというね、はい、まあ、このカードでも山崎が初勝利をしたという、はい、ね、おめでとうございますだけどさ、はい、ね、え次阪神中日、はい、阪神がやっと、まあ、昨年の形みたいな、うん、まあ、雰囲気だとか、はい、そういう、まあ、接戦に強くなってきたよね、うん、まあ、投手陣が西と秋山が勝ったの、はい、まあ、この2勝2勝っていうのは雨で1試合流れてるんだよね、はい、2人
この2カードはね、はい、だからまあ2勝なんだけども、うん、まあ西と秋山が勝ち、うん、まあ昨年ね勝ってたピッチャーたちが、勝ちをつけてきた。で岩崎っていうのが、うん、岩崎か、うん、っていうのが抑えをやってんだけど、はい、まあそこも、まあ、危ないこともありながらしっかり抑えたというね、うん、だから少しずつこうなんていうの安定を見せてきているという、はい、ことが阪神には言えると思うんだよね。じゃあもう一時期のこうなかなか勝てないっていう時期とはまたチームちょっと雰囲気が変わってきたよね、はい、だからここも連勝で終わってるしさ、うん、非常にいい形でゲームは接戦をものにしてるしね、はい、まあいい形で勝ったかなという、うん、で中日の一方中日の方は初めての、はい久しぶりのカード、まあ、連敗という、まあ、カードの勝ち越しがならなかったんだけどもさ、うんまあ、その中でも石川という、はい、若手のバッターがホームランを打ちだとかさ、うんまあ、成長はすごく見せてるんだけども、はい、やっぱ中日の課題って何だった打撃そうだよね、はい、せっかくチャンスなのに、うん、見逃しの三振で終わるんだよね昨日のゲームでも、はい、でやっぱバット振らないとこと始まらないし、はい、見逃してた、ま、見逃してたら何も起きないんだよね、うん、だからそこら辺がちょっと残念だったなっていうね、うん、せっかくいい形で行ってたのに、まあ、そういうこう積極性というか食らいついていくというか、うん、そういう姿勢が見逃しの三振に終わるともう何も見えなくなってくるというまあ、確かに投げた投手の球も素晴らしいんだけどそれを何とかするのがやっぱプロだし、うん、それを何とかしないとやっぱ勝ちにつながらないというね、うん、まあ結果が、まあ、2勝という阪神の勝ち越しに終わったね、はいはい、で広島ヤクルト床田栗っていうのが勝てなかったね、うんうんまあ、栗は素晴らしいピッチング無失点でマウンド降りたんだけども、はいはいまあ、その後中継ぎ陣が打たれ、星を落とすということになってるんだけどね、はいまあ、だけど打者陣は割と一生懸命やってるし、うん、こう手を変え品を変え、まあ、例えば堂林をうまく使ったりだとかさいろいろしながら得点はまあまあ取ってるんだよね、はい、だけど、まあ、床田が、うんあれだけ安定した開幕からね投球を見せたとこだが、まあ、やられるという、うん、これ2試合連続でやられてるのかな、はい、だからちょっと長続きがしないよねとこだがね、まあ、これからちょっととこだっていうのが心配だし、うん、で栗はさすがに、まあ、最多勝を取っただけに、はいまあ、安定感気迫も含めていいピッチングしてたんだけど中崎が、はいやっぱセットアッパーで出てきてフォアボール連発3つのフォアボールで村上に打たれるとか、はい、その前に投手を変えてもいいんじゃないかなっていうシーンがたくさんあったんだけどやっぱ佐々岡監督の中で中崎がやっぱここをちゃんと抑えてほしいというじゃないと先はないよっていうようなそういうことなんだろうね変えないっていうことは俺だったら変えたと思うんだよやっぱりそれはピッチャー出身の監督さんの心理なんでしょうか。うん、だからここで変えると立ち直りが逆にできないとか、うん、そういうことも考えたと思うんだよね、はい、だから非常にもったいない負け方をする、うん、だから投手陣がこれからちょっと心配になってくる、はい、まあ床田もやられるまあ大瀬良森下栗こういったところはすごく安定感あるんだけど、はい他の3枚だよね裏ローテの、まあ、床田だとか、うんまあ、そういったピッチャーが勝てるかどうかによるよね、うん、でも勝ったところで中崎と栗林もあんまり安定してないよね、うん、だからそういう面では非常に中継陣がすごく心配なことが見えたこのヤクルトとのカードだったね、うん、なるほど、うん、でヤクルトの、はい、やっぱね一回きっかけをつかむとこの打線はやっぱ破壊力がある。それとねノリのいい選手が多いからつな、はい、がる一気に雰囲気変わってるって感じですか。変わるがある、うん、それと山田と村上が打つとやっぱ強い、うん、でその中でも村上なんだけど村上がまあ、昨日のゲームでね、はい、満塁から2点ビハインドで、うん、センター前に軽打で持ってったんだよね、はい、これはやっぱまずは同点っていうことを考えてる。普通4番だったら大振りしてもいいのよ、はい、丸いホームラン打ちに行ってもね、うんまあ、だけどまずは同点だっていう軽打をしてチームに貢献をする、うん、そういったあたりがやっぱ野球脳もそのチームへの貢献ということも含めて、うん
村上は成長してるなぁ、うん、あそれは感じる、うん、だから素晴らしい4番がなんかできつつあるよね、うん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 、だからすごくヤクルトは状態的にはちょっとずつ上がってきてるね、うん、ただまだまだピッチャーが心配だけどね、はい、怪我人も多く出してるし、うん、だからやっぱ打線がピッチャーが戻ってくるまで支えられるかどうか、はい、まあでもこの広島戦を見てると十分支えるよね、うん、まあそんな 3連戦というかそういうカードでした、はい、待てーって言ってる、もうこれ一生懸命逃げてる、はいね、逃げてるけど猫ですかね、この尻尾が見えなくなるよって、うん、はい、逃げてるのは巨人だよね、はい、状態がやっぱいいもん、うん、で他の5球団がやっぱこうちょっと苦しんでるところを見ると巨人は楽勝で逃げるよこのままだと、うん、これ巨人のも巨人を何とかしないと、はい、本当にこの尻尾が見えなくなるからね、はい、本当にだから待てって書いたけど、はい、本当に何とかしてください、まあ広島みたいにって言ってたんだけど、うん、やっぱ負け方が悪いし、うん、ちょっと力がチームの力がちょっと落ちてるね、うん、だからもう本当に5球団で、はい、まあ、巨人を追っかけるような形、もう本当にこう引きずり下ろすようなことをしないと、はい、まあ、巨人は楽勝で逃げちゃうよっていうようなことだよね、はいはい、まあ、セ・リーグが、まあ、今回のカードの結果でした。はい、はい、続いてパ・リーグ、ホームチームは全部負け越してしまったということですね。で、全て2勝1敗2勝1敗で最後は2勝1分け、そうはい、楽天だけは、負けてはなくて1分けですね、はい、ということでね、ホームアドバンテージがないのかっていうふうに思うぐらいもうはっきりしてるよね、うん、はい、うん、まあ、なんかあんまりでもないですよね、ここまで全部、まあないよね、ホームチームだけど、ソフトバンクなんかはさ、うん、石川が1戦目にねものすごいいいピッチングをして、はい、まあ、西武打線をシャットアウトっていうか、うん、したんだけども、はい、2戦目3戦目と、うん、もう山川にやられたという、うん、もう山川がうつうつ、もう一旦離脱する前も絶好調って言われていて、うん、怪我をして戻ってきて、うん、変わらないですね、さらに上がってるという、うん、すごい、まあ、そこで、うん、まあ、負け越したんだけどもさ、はい、やっぱソフトバンクの方は、まあ、昨日もそうなんだけど、うん、まあ、10本ヒット打ってんだよね、はい、それで2点しか取れてない、うん、その要因というのはまあ、8番に今宮が4安打してるんだよ、はい、で甲斐が全く打てない、うん、まあ、最後には代打を出されるという、はい、でも今宮って本来だったら2番ぐらいの選手なんだよね、うん、1、2番の選手で、それは8番、うん、まあ、怪我のこともあるし、まあ、状態のこともあるし、だからその打線にするっていうのはさ、やっぱりこうああいう4安打を打つ人がクリーンアップの前に打ってくれると、うん、すごく得点になるんだけどさ、はい、やっぱこの配置っていうのがすごくソフトバンクの方が難しくなってるね。例えば2番に野村を置いた、はい、これはその前のカードで2発ホームランを打ったりだとか、うん、絶好調だったんだけどやっぱ打てなかったという、うん、だから波があるよね、はい、だからやっぱり波をなくさないと、うん、10本打つのでも、いや今日は今日は8番が打ったみたいな、え今日は2番が打ったとか、うん、それじゃ困るわけよ。やっぱ安定した力をこう出してくれないと、やっぱ打線の組みようがない、うん、組んでも打線が流れない、線にならない、うん、点になってる今ね。だから10本打ったって、2点しか取れない。ただ柳田がこのカードから帰ってきたね、はい、そうですね、まあ、これはもう頼もしい存在が帰ってきたということで、うん、はい、まあ、グラシアルも西武戦では打ってるしね、うん、だからそういう意味では、まあ、主力が当たってきている、うん、戻ってきた、はい、ね、まあ、これからだ、はい、でまあ、西武の方は、まあ、守備も、うん、まあ、バッティングも山川が入ってきて、はい、もう勝率なんていうのは結構いいんだよね、6勝1敗かなんかなんだよ、うん、だからすごく山川の存在っていうのは帰ってきてて大きいなって思うのと、はい、それが帰ってきたことによってかどうかわからないけども、やっぱ守備もいいんだよね、うん、今だからすごくみんなで守ろうとしてるし、うん、で投手陣も、まあ、割と安定して投げてくれてる、はい、で、まあ、平なんかね、うん、もうやっぱ頼もしく後ろで控えててくれるしさ、うん、だからそういう意味では本来の西武の姿になってきたなって、そんな感じがするよね、心強い、なるほど、すごくね、うん、ただ、うん、
森が帰ってこないとね。そうですね。まあ今告げとかいろいろ頑張ってるけどね、うん、キャッチャーでね、はい、まあだけどやっぱり本来の姿になるのは森が帰ってきてからかな。でも状態がいい、うんうんね、そうなってくるとまたさらに上を目指せる感じですよね。ああもう全然ね、うん、はい。で次日本ハム対オリックス、はい。まあ日本ハムの方は惜しい試合、うん、まあ例えば山本に勝ちをつけなかったとか、はい、伊藤さんね試合そうそう解説言ってたけど、ね、宮城に、勝ちをつけないとか、はい、すごく粘ってんだよ。粘ってんだけど、うん、やっぱ守りが崩壊するよね。なるほど。その最後の粘り負けっていうのはやっぱそういう守備だとか、うんだね、ミスってことですか。そう、一番大事なところでミスしちゃったんだよ、うん、だから勝てなかったんだよね。でサヨナラのチャンス、はい、代打清宮、はい、一番おいしいところに代打出されて見逃しの三振とか、はい、触れよっていうような感じがするんだけども、はい、でもその中で今川、うん、ホームランこの3連戦で3発打ったけど、はい、まあ、昨日なんか2打席連続とかで4安打打つとか、はい、まあその1人で勝ったけどね、うん、で伊藤大海が投げ、はい、ドサンココンビが活躍した東京でみたいなそうですね、まあ、いやだからすごくね頼もしい選手も育ってきてるんだけど、うん、まあこの中でも万波がホームを刺したボールなんていうのはもうレーザービームで来たりだとか、うん、見せどころはたくさん作るんだけどさ、うん、やっぱりこう守りだな、うん、まあそこの部分で勝ちっていうところになかなかつながらない、繋がらないな、まあでもよく一勝したと思うよ、うん、もう今川がねホームラン打ったりだとか、はい、まあみんなでつないで打ったり野村が打ったりだとかさ、うんうんうん、ホームランがやたら出るんだよね。そうですね。まあ、ね、そういう印象ですよね、うん、だからこれがつながりながらホームランが出るような打線になってくると、うん、ものすごく破壊力を持ってくるしね、うん、はい、だからまあもったいないオリックス戦だったなっていうような惜しいっていうところですか、うん、で逆にね、はい、オリックスの方は吉田正尚が非常に状態がいい、うん、もう本来の姿に戻ってきつつある、はい、あとは杉本町だ、はい、ね、そしたらコロナですそうこのタイミングで杉本も上がってきてたんだよ。なんか一度はちょっと休んだ方がみたいな話があるくらいちょっと調子が悪かったのが少し上がってきたんだ。3試合連続でね、ヒットが出るようになったりとか、いい感じでやってたんだけどコロナになっちゃった。これはどうでしょうね、吉と出るのか京都出るのか。まあそうだね、まあちょっとリフレッシュするぐらいの感じでね、うん、まあちょっとやるといいと思うけども、まあ、プラスに捉えてということですかね、はい、うん、ただオリックスの方は山本に勝ちがつかない、宮城に勝ちがつかないね。星は拾ったけども、でもチームの状態とすればやっぱり山本宮城が勝たないとね、うん、で3戦目に田島が投げた、はい、田島も防御率はいいんだけどさ、まだ勝ちがないっていう、で昨日は今川に一人にやられたみたいな感じにはなったけど、うん、やっぱこの3枚っていうのはさ、やっぱ絶対投げたら勝ちがつくとか、はい、そういうことをしてあげないと打線が、うん、ちょっとこう調子が落ちていくだろうなんて。そうですよね。で山本も宮城もこの試合を見、この日本ハム戦を見る限りでは今年はあまり良くない。あ、そうですか、うん、昨年の状態とは全然違う。だから、まあ、オリックスはちょっと苦しむだろうなっていうね、うん、打ってやらないと。なるほど。ただ宗とかも帰ってきてるんだけど、はい、宗とかも状態悪いしさ、うん、まあ、足立もあまり良くないかな、うん、だから非常に打線を組むのに苦労してるという、ね、でもよく勝ち越したよね、はい、まあ、さすが昨年の覇者というね。そうですね、まあ、そういう試合だったけどね、はい、最後まで粘ってね、うん、勝ったけどね、はい、はい、ロッテ対楽天、はい、1戦目風がめちゃくちゃ強かったんだよ。マー君が投げた、はい、ものすごい集中力発揮したな、うん、あん中でね、やっぱ20メートルぐらい風がある。すごいですね。まあ、もう帽子なんかポンポン飛ぶしさ、うん、だけどまあこう勝ち越した。でも本来ロッテがその風には慣れてんだよね。だから勝たなきゃいけないんだけど楽天が勝ち越したという。しかもロッテは勝ちがつかなかったですね、一分けなので。そうそうそう。でね、ロッテはね、はい、やっぱね、マーティンとね、うん、レアードの打率が2割2分2厘、マーティンがね1割3分6厘しか打ってないんだよ、うん、やっぱね、そこら辺が4番5番って並んだらさ、うん、やっぱここに得点してほしいのに
まあ、高部がまあまあ頑張ってるとか、そういうまあ中村がまあいいとかあるんだけど、ここが打てないとさ、両外国人がやっぱ得点になんない。これは打順を組み替えるとかそういったことでもないところですか。回を打たすんだったら、うん、若手を使った方がいいよね。なるほど。だから三馬とかもさ、まだ今シーズン勝ってないけど、はい、いいピッチングしてるんだよ昨日でも、はい、でも勝ちがつかなかったら、やっぱ状態というのは上がってこないよね、なかなかね。だからそういう意味では非常にロッテは今苦しい状態にある。やっぱ打てない、点が取れない、はい、ね、ピッチャーを頑張る、我慢しきれずに、やられると。で楽天の方、楽天の方は藤井という、まあ、昨日投げた、はい、初先発でね、はい、プロ以来初勝利を挙げたけども、素晴らしいコントロールしてるね。で落ち着きがあるわ、で楽天のあのなんていうの、層の厚い投手陣の中に、はい、もう一枚左が加わったって、おっしゃる楽天いいよ。で今の状態でいけば西川はいい、浅村はいい、1番3番があれだけ打ったら点にはなるわな。で足も使える、はい、ね、まあ、西川を筆頭に、はい、もういいことずくめだよ。じゃあこう楽天は今はじゃあ課題というところはあんまり見当たらない。あんまり見当たらないよね。どんどん新しい選手も出てきてるし、まあ西口っていう投手がね、ちょっとやられるケースがあるんだけど、はい、いや安楽が出てきて抑えるとかさ、その後にね、松井が控えてるとかさ、はい、だからもうあちょっと悪かったらすぐ変えられるっていうような状態でいるから、はい、だからすごく楽天っていうのは今いい状態を保ってきてるよね。まあさすがに首位にいるだけのチーム力だよ、はい、ね、だから楽天はやっぱこれからもちょっと安定してるかなという、まあ、そんな感じがする、はい、ただ西川と浅村に当たりが止まった時にはちょっと苦労するだろうけども、でもその時はピッチャーが頑張れと、ね、はい、はい、で救世主は誰だ、はい、というのは、ね、ソフトバンクは柳田が帰ってきた、はい、でグラシアルが調子が上がってきた、はい、で山川が帰ってきた、はい、日本ハムは新たに今川というでスター候補生が現れる、はい、まあ、万波っていうのもいる、はい、ね、清宮もいる、はい、ね、でオリックスの方は吉田正尚、うん、ね、うん、これはもうしっかりしてる、はい、まあ、楽天っていうのは西川と浅村がしっかりしてる、はい、ロッテ誰もいないんだよ。まあ、佐々木朗希投手が抹消されてるしな。そう、今抹消されてるので、そうそう、だから佐々木朗希が救世主ではあることは確かだけどさ、はい、ピッチャーというのは打ってやらないと、打ってやらないと勝ちがつかないからさ、ね、やっぱ救世主は誰だ、じゃあロッテの中で誰を探すって言ったらさ、やっぱマーティンでありレアードなんだよね。だからこの2人がやっぱ頑張るか頑張らないかによってもうチームの順位は決まってくるということだよ。だから他のチームはもうみんな主力が頑張りだしたね。まあ日本ハムの方はコンちゃんが頑張ってるし、はい、それに伴って若手の今川だとかね、そういうのが頑張ってきてる、はい、他のチームこの5球団はいるんだよ。ロッテ頑張れ。そうです ね、はい、まあそういう3連戦でした。はい、はい、またねお伝えしたいと思いますが、はい、なんかゴールデンウィークに入るとさ、結構移動とか、移動が混むでしょ世の中的に、ね、世の中的に、はい、それとまあ今日はなんか天気が悪そうだしみたいな。そうです、なんかありそうです、だけどデーゲームがありナイターがあり、非常に大変な時期に入ってくるよ。ちょっと不規則っていうか、そうだ、ね、あの感じの試合のスケジュールですかね、はい、そうそう、だからまあ怪我なくねコロナに感染しないで、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい。